いいいつもごご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします翔平と MVP 対決で盛り上げるフィリーズの主法ブライス・ハーパーが大谷翔平を語っている二刀流をこれからも両方で続けてほしい翔平は見ていてワクワクする特別な選手大谷の完全復活を願うハーパーは大谷翔平にとって憧れの選手だ大谷は 以前前から憧れのの選手とししててハーパーパ名前を公言していたフィリーズの主砲ブライス・ハーパー内野手は二刀流大谷翔平投手の完全復活を待ち望んでいる2023年シーズン終盤8月下旬のエンゼルス戦で当時右肘の靭帯を損傷した大谷について大勢のメディアの前で思いを語っている彼は右肘の手術が2度目の経験だし。 自分の体をししっかり理解していると思う投げて打つその負荷は僕には想像もできないけどこれからも両方で続けてほしい見ていて楽しいし少年たちにも彼のようにできるんだと希望を与えてくれるいつか彼がやっているようなとても特別なことができる選手がたくさん出てくることを願っている力強く戻ってきて翔平らしくいてほしいみんな彼を見ることが好きだからね。 2023年8月23日のレッツ戦後に右ひじの故障が発覚し残るシーズンで投手大谷の登板はなくなっただが順調に先発ローテーションで回っていれば翌週のフィリーズ戦で直接対決が実現するはずだったハーパーは「最高の選手になりたいなら最高の選手と対戦しなければいけないだから全員が楽しみにしていたと思う」と 対戦相手とししてての気持ちを代弁していた打者としては大谷と同じ左の長距離砲。足を上げず、つま先やかかとの動きでタイミングを取る打撃フォームも類似点の一つだ。また、2021年のシーズン MVP はアメリカンリーグが大谷で、ナショナルリーグはハーパーだった。ともにメジャーリーグを代表するスター選手。レギュラーシーズンで初めて顔を合わせた2022年の6月上旬。 ハーパーは大谷の活躍ぶりを嬉しそうに語っている彼はスーパースターだ花がある素晴らしい選手で見ていてすごく楽しい彼がやっていることはとても印象的で僕も笑顔になれる多くの人ができることではないからね彼を見るのはいつも楽しいよ彼はスーパースターそこにいるだけで花がある選手だ彼の試合の運び方や投球は遠く離れたところから テレビ観戦ななどではわからない彼が自分の仕事をするのを見るのはとても楽しかった見ていて微笑ましくなるほどだった彼がメジャーの激しい競争レベルの中でやっている二刀流はとても印象的なことだし彼と同じことをできる選手はいない素晴らしい選手だ2022年6月注目された MVP 初対決では10打数2安打で不発に終わった大谷に対しハーパーは10打数4安打。 3本塁打8打点と大活躍だった最高レベルの選手との対決はモチベーションを高めるその先には特別な思いがあったようだこの時のエンゼルスとの対戦後ハーパーは大谷について語っている「このリーグで成功を収めた選手との戦いは本当に楽しいそれは誰であれ翔平もトラウトもね」「今夜の試合で彼らは良くなかったが彼らのプレーを見ることができた」 みんんな彼らが成功するのを見たいんだ選手も自分のやっていることで成功を示したいんだそれがこのゲームを素晴らしいものにさせるファンにとってもよりゲームが素晴らしくなるそしてそれが何よりもチームのためになるんだ実はこのシーズンハーパーは右ひじの痛みに耐え打撃3部門で今季もナショナルリーグ上位につけていた大谷もそんなハーパーのプレーぶりを生で見ながら感じ取った部分も多いだろう ハーパーはナショナルズ、フィリーズと2球団で活躍するスタープレイヤー。メジャーデビュー以来毎年2桁本塁打をマークし、2015年には本塁打王を獲得。2021年には OPS で1位に輝き、どちらの年でも MVP に輝いた。もともと外野手だったハーパーだが、2022年のシーズン開幕早々に右肘靱帯損傷により、DH での出場に。 オフに手術するとそこからわずか6ヶ月足らずの2023年5月に一塁手として先烈復帰を果たした打率は3割を超え強豪フィリーズの主軸として十分な働きをしている同じく右肘人体帯損傷により昨季の残り試合は投手として登板せず DH 専門となった大谷はハーパーと同じような境遇にもなったこのことも関係したのか第4打席で 大谷がフォアボールを選んで一塁に歩くとハーパーの方から大谷に一声かけてこれに大谷もにっこり軽くハグをして交流していた「翔平であろうとトラウトであろうと誰であろうと僕はみんなが成功してほしいしそれは楽しい野球がより面白く素晴らしいものになる彼がやろうとしていることは野球にとってすごくいいことだしファンにとっても多くの楽しみをもたらしてくれる」 8月末のエンゼルス3連戦ではフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで大谷とハーパーの首振りピンバッジが限定販売されたスター選手たちが互いに対決を楽しみファンを盛り上げる野球のさらなる発展のためにもハーパーは大谷の成功を願っている今季ドジャースに移籍した大谷同じナショナルリーグでの競い合いを期待する声は大きい現在ハーパーは 左太もも裏を痛めフィリーズは6月28日日本時間29日ハーパーを10日間の負傷者リスト IL に入れたと発表しており残念ながら今回のドジャース戦での出場の可能性は低いと見られている31歳のハーパーは今季76試合に出場して打率3割3厘20本塁打58打点出塁率3割9分9輪長打率5割8分2厘 OPS981 の好成績をマークしている通算326本塁打を誇る左のスラッガーは大谷のタイトル争いで強力なライバルだった今季の MVP を大谷と争っているオールスター戦のファン投票ではナショナルリーグ最多得票だったハーパーは大谷と争ったナショナルリーグの5月6月の月間 MVP を受賞している特に6月の月間 MVP は7冠の大谷翔平 VS6 巻のハーパー 熾烈すぎる月間 MVP 争いだった最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします